はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ホンダフィットリュクスのご紹介です。リュクスってね、結構最初からいろんな装備がついていて、実はお買い得車なんですよね。まあ、そんなリュクス、車検付きで走行距離7000キロの車、なんとね、この価格で出ております。いや、しかもね、ナビとかいろいろついてるんですよね。試乗車の中古車ってね、なかなか出ないんで、今回チャンスだと思います。で、今日はね、まさき牧場さんっていうね、ケーキ屋さんが出張販売にね、来てました。まあ、美味しそうなケーキがいっぱいということで、まあ、ここで食べれるのかなと思ってたら、今ね、もうコロナ禍で持ち帰り専用になってました。いや、大阪もね、まん延防止ということで、私もいつもしている手の消毒と、撮影後にはね、掃除の方をしているということですよね。では本編の方へどうぞ。いや、新型コロナウイルスもね、またちょっと、加速してきましたよね。大阪も、気をつけないとダメですよね。いや、しかし今度のフィット、やっぱリュクスが私個人的にはいいなと思ってます。コンパクトカーなのにさらに高級感もあるといった車になりますね。で、これ中古販売ということなんですが、新車でももちろん買えます。全国のね、ホンダカーズで買えます。ほら見て、これ商談メモちょっと見積もり取ってみました。これ新車だと車両本体価格は248万1600円なんですね。で、税金やらなんやら、フロアマットやら ETC やらつけて税込みで、288万4160円なんですよね。まあ、そのナビがついて、税込みで234万8000円ですよ。プラス15万以内で、まあ、買えるということですね。まあ、250万ちょっと切るかなという感じでこちらの車は買えます。いや、しかしね、柴犬のようなデザインに、仕立てたということでね、親しみやすいデザインですよね。で、このやっぱリュクスのこの塗装、これ他のやつも選べるんかな。このメタリックなんですよね。真っ白の中に深いね、メタリックが入ってます。ちょっとなんか冷たい白かなという印象があります。で、こちらね、ほら、極細ピラー、これがね、今回のフィットの売りと言ってもいいぐらいですよね。すごいもうパノラマビューで見えるということなんですよ。で、このリュクスは結構やっぱ外装も違うんですよね。このほらミラーがね、なんかメタリックみたいな、下の方のね、ほら、この仕上げ、この辺もね、ピアノ塗装、ピアノブラックで、ツヤっとね、塗装されてるんですよね。まあ、その辺がね、ちょっとやっぱ高級感増してるな、という感じがします。前のフィット3に比べて、だいぶね、この横長、ワイドなデザインに見えますよね。ローワイドに見えるようなデザインです。で、これね、EHEV。これ2モーターハイブリッドなんですよ。その辺がね、前のフィットとだいぶ違うんだな、という感じがします。ということで、ちょっと、エンジン見てみましょう。こちらが、EHEV2 モーター式になりますね。ちなみに WLTC モードは、27.4kPa ですね。いや、優秀だわ。エンジンのトルクの方が 127Nm ありますね。で、モーターの方が 253Nm もあるんですよね。なので、2つ合わせるとかなりハイパワーなスペックがこの中に詰め込まれているということなんですよね。まあ、1.5 リッターにはなるんですが、パワフルな走りをします。その試乗動画ね、こちら i ボタンを押してください。過去にね、乗ったのがありますので、参考にしてくださいね。ちなみにヘッドライトこんな感じ。アイラインがね、デイライトとしてつきます。これね、結構昼間でもね、明るくて安全性も高いなという感じしますね。で、ヘッドライトは LED になってます。で、後ろはね、こんな感じで光ります。ここね、結構面発光で、スタイリッシュだなという印象がありますね。で、これウィンカーはちょっと豆球にはなるんですが、この間ね、コメントで書いていらっしゃった方がいまして、LED のウィンカーにすると、後ろでね、運転待ってる方が眩しいということで、あえて豆球にしてると、このね、普通の LED じゃないので、やってるということらしいですね。いや、それ聞いて、あ、すげえ、なるほどなと。あえてしないんだな、まああえてできるけどしないんだなっていうのは、そういった理由があったんですね。確かに眩しくねえわ。ではね、内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。おー、内装の方はね、こんな感じです。いや、やっぱええわ。ほら、見て、このパノラマビューの、この広いね、フロントガラス。いや、本当にこれ効いてるわっていう感じする。
ちょっと暑いからエンジンつけさせてもらいます、フィット4から液晶になりました。おほほ、でかい。あ、これ何インチ？これめっちゃでかいよ、これ。スマホから比べるとこれぐらいですね。これ分かってもらえますかね、このでかさ。ここもね、ようなったんよ、ほら。このクリクリがすごい気持ちいいの。フィット4からこういったね、物理キーに戻りました。新しいベゼルも戻ってましたね。これだとね、運転しながら、こう、手探りでね、できますもんね。こう、前見ながらね、クリクリっと。で、操作性の良さはね、このシフトノブも変わりましたよね。ま、っていうか、元に戻ったと言った方がいいんですかね。前のはね、すごい薄べったくて、使いづらかったですね。ブレーキホールドがつきました。電子パーキングブレーキになったので、ブレーキホールドもつくといったことなんですね。これ、神アイテム。信号待ちの時にブレーキをこうやって外しても、車体がそのまま止まるということですね。ブレーキホールドします。これね、車線維持、LKAS。これと、この ACC ね。この二つがもう神アイテムですよ。もう長距離運転して、高速道路乗る方はこれ絶対ね、あった方がいいと思います。で、新しいフィットの方が絶対これいいです。まあ今はちょっと前に車がいないんでセットできないんですけど、これ0キロから、セットができます。で、ここ意外とこう平らなんでね、お昼の休憩の時にここにお弁当が置けるというね、こういう意外とフラットなスペースが、あります。普通の車ここね、なんかボコボコしててね、物が置けないっていうね、まあ、運転中は置いたらダメですけどね。で、このリュクスといえばこのシートね、あります。これ合皮かな？素材がちょっと張り分けになってますね。で、リュクスは確かこれ肘置き、これオプションなのかな？ちょっとわかんないですけど、とにかくこの車はついてます。肘置きの中に、これ少し小物入れがありますね。サイドブレーキがなくなった分ね、かなり広いスペース、カバンとかドカッと置けますよね。で、シートヒーターが実は完備してます。もうこれも当たり前になってきたよな、3段階。で、このリュクスは、ほら見てこれ、ハンドルのヒーターも実はついてるんですよね。あ、ちなみにハンドルね、これ下がないんですよ。ほら、2スポークです。で、これ、チー充電ね、無接点で携帯電話とか置くと、これ充電できます。USB ジャックとシガーソケットね。まあ、この辺は当たり前やな。地味にね、いいところ、これ、バイザーの裏に鏡、まあ、ここまでは普通なんですが、これほら、ちゃんとね、ライトがつくんですよ。なかなかね、これ、ライトつくやつないんですよね。いいね、これ。すごい、助手席もついてる。ホンダセンシングにしても、最新のものがついてるので、それが今回、この中古車で安く買えるということですよ。では、ちょっと後部座席もチェックしてみよう。では、ちょっとだけお邪魔します。おぉ、広いわ。後部座席こんな感じです。いや、広い。フィット最高、本当に。足元もね、十分十分。これスマホとか小さいものをちょっとね、入れれるスペースになってます。で、こっから充電が、なんと2機もありますね。USB で、こちら充電ができるようになってます。小さいけど、アームレスト出てくるよ。後部座席の扉もちゃんとほら、この手抜きしてないっていう感じがしますね。もう一回外装見ていくか。このほら、上ね、シャークフィンアンテナになりました。これはね、どの色選んでも、実は黒になるみたいですね。いや、ようできとるよな。ほんと見れば見るほど。これもね、にくいんですよ。ほら、こうやってね、ノック式で、もちろんレギュラーガソリンね。ホイールもリュクス専用になってます。185の 55R16、16インチを履いてますね。この黒の艶消しと、このシルバーのこのヘアライン、その2色でデザインされてますよね。こういうところもね、リュクスはなんかメッキ加工されてるんですよね。ちょっと後ろを見てみましょう。この微妙な段差、これなんでしょうね。なんか、下にあんのかな？シート倒すとね、かなり巨大なスペースが現れますね。この辺がね、やっぱホンダ車ってね、すごいなと思います。もう一回価格見ていこう。234万8000円です。税込みです。で、まあ、こっから諸費用ね、だいたいまあ15万以内で、多分250万切るぐらいで買えると思います。で、普通に、これね、新車でこのリュクス、買うと、このオプション、さっきの大きいね、ナビとか、まあ、フロアマットとかね、地味にね、ボディーブローのように見積もり上がっていくんですけど、ただこのリュクスは結構ね、機能が最初からついてるんですよね。他のグレードのフィットにはついてない機能が結構このリュクスはついてます。結構ね、このリュクス実はお買い得車なんですよね。
ちなみに自動車税は 27,900円か。まあ車庫証明の代行とかね、まあなんやかんやで 84,000 値引いてよってなったとしても280万ですよね。でこの中古車、234万8000円ですよ。しかもまあ車検が、令和5年の2月までついてると。まあ走行はね7000キロいっちゃってるんですけど、まああの試乗車でしたのでそんなねなんか荒い運転とかしてないと思います。なかなかねこういうあの試乗車が中古で出てくることって少ないと思うので、早めにねこちらホンダカーズ大阪東花園店さんの方にねお問い合わせください。そしてね全国のホンダカーズでもこちら新車買えますので、もちろんね新車で自分でねいろんなオプションつけてっていうのも、面白いと思いますので、そういう買い方もいいと思います。じゃあ今日はちょっとまさき牧場さんが出張販売ということでちょっと来ております。今日はあれなんですよね、持ち帰りだけしか今日はやってないんですよね。可愛いお姉様が今日は接客してくれると。なんかおすすめってあるんですか？そうですね、おすすめはこのオレンジタルトが一番売れてます、はい、あこれが一押しで、はい、あ1200円、玄米抹茶、他に玄米のクリームが入ってます。あ玄米クリーム、また抹茶と玄米ってまた珍しいですね、組み合わせが。これロールケーキな、個人的に好きやねんけどな。あこれなんかいいんじゃね、これポーションケーキアソート。どうしようかな、まあ、うちの嫁はこのピスタチオ好きなんでこれ買って帰ろうかなと思うんですけど、フレーズピスターシュ、なんか食べました、これ全部食べました。どれが美味しかったんですか？どれが、ね、ガトーショコラも結構美味しかったです。あこれ、はい、あなんか舌触りが良さそうな、ね、しっとり濃厚でしっとり深い味わいチョコケーキ。すいません、どうもありがとうございます。あチラシまでもらっちゃった。あそうか、サムネイル撮ろう。ピース、ありがとうございます。またこちらホンダカーズさんの方、出張販売すると思いますので情報が分かれば下のリンクを貼っときますので、ちなみにこちらインスタもありますのでチェックしてくださいね。はい、というわけで私のチャンネルもねもし面白いと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ホンダフィットリュクスの中古販売でした。じゃあね、バーイ。